パニーニグループはイタリアモデナに本部を置き、パニーニ兄弟により1961年に設立された名前の企業である。会社は本、漫画、雑誌、ステッカー、トレーディングカード他のアイテムと収集品を子会社を通じて出版している。パニーニは自社の製品を自ら、またはサードパーティーのプロバイダーを通じて配信している。パニーニは ライセンス部門を保持し、個人向けと権利とコミックライセンスを購入しようとしている。新聞それぞれにライセンスを購入し、転売する機関を提供している。パニーニデジタル社を通じて音声起動ソフトウェアでサッカーの統計情報を取り込み、これらはエージェントやクラブ、マスコミやビデオゲーム開発会社に販売されている。新しいメディア展開であるパニーニの オンラインアプリケーションとコンテンツとデータ販売を通じて収入を発生させる。1960年、ベニートとジュゼッペのパニーニ兄弟はモデナで新聞配達事務所を経営し、彼らは勝率像のコレクションをミラノの会社が販売することができなかったことを発見した。兄弟はコレクションを購入し、それぞれをパックして2から10リラの値段で販売した。 彼らは300万パックを販売した。この成功により、ジュゼッペは自分の勝率像を開発し販売するために1961年にパニーニ社を設立した。ベニートも同年入社した。パニーニ社は1961年には1500万の勝率像を販売した。翌年には2900万のユニットを販売し、 1963年にはフランコとウンベルトのパニーニ兄弟も入社した。1960年代にはそのサッカーコレクションがやがて広い関心の対象となったことで有名となり、今、次の10年の少年文化的な現象と考えられている。レアステッカーは収集家の市場で非常に効果が付けられている。いくつかの人気ゲームはステッカーを プレイカードとして使用することを発明した。スローガン Stick With p a n n には、p a n 日社 n i が提供している子供向けの放送プログラムで一度テレビ広告に続くジングルで聞くことができる。1970年、p a n 日社 n i は出版社、カルカーノから権限を購入した後、エルアルマナコイルストラートデルカルチョイタリアーノの出版を始めた。p a n 日社 n i はまた、 初めて FIFA ワールドカップのステッカーアルバムをメキシコワールドカップで出版し多言語キャプションを使用することに加えて初めてイタリア国外でステッカーを販売した他にパニーニッシャとして初めてのこととしては早い1970年代に接着剤を使用しない自己接着のステッカーを使ったことがある1986年に パニーニッシャは勝率像ミュージアムを設立し、1992年に会社がマーベルに売却される前にモデナ市に寄贈した。2006年5月24日、パニーニッシャはコカ・コーラとトケンゾネートパートナーを締結し、初めて FIFA ワールドカップのバーチャルステッカーアルバムをプロデュースした。アルバムはブラジル・ポルトガル語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、 イタリア語、日本語、韓国語そしてスペイン語の最小10個と語で見ることができる。2009年1月、パニーニッシャは2009から 10NBA のシーズンとの効果的な NBA トレーディングカードとステッカーを製造するための独占的ライセンスを取得した。2009年3月13日、パニーニッシャはテキサス州のトレーディングカード製造会社ドンリスプラフ LP を買収した。 それとともに、パニーニッシャは、ドンギス社の NFL と NFLP のライセンスも入手した。2010年3月26日、パニーニッシャは、NHL トンルパのライセンスを買収した。2010から2011年のホッケーシーズンは、複数の会社がホッケーカードを生産している5年間の最初の年となった。古典的なステッカーは、京トレーディングカードゲーム EN。 アドレイノリン XL によって保管されている。2010年、パニーニ社は、ロンドンオリンピックとロンドンパラリンピックの公式ステッカーコレクションの製造ライセンスを買収した。兄弟の一番年上である、ジュゼッペ・パニーニは、会社の創設者で、彼自身もコレクターであり、ラッケルとフォートグロフィッシュもデネシの作成を有資し、30万 を超える写真と同じ数のポストカードが含まれる貴重なアーカイブを所有し、街と写真芸術の進化の生活を記述する。ありがとうございます。